い、どうもです。今回はですね、昨年引退退団された選手がシルエット化されましたんで、シルエットミキサーの方やっていこうかなと思います。はい、シルエットミキサーね、やっていくんですけど、その前に、今回のイベント、結成プロスピ応援団、こちらの方ね、簡単に見ていこうかなと思います。あとね、1日と2時間、まあ、約ね、ほんとあと1日残してる状況なんですけど、今これですね、累計エールっていうのが2000万エールをやっと超えたぐらいです。今回のね、累計報酬っていうのが3000万エールで S ランク OB 契約書括弧第5弾なんで、ほんとね、まだ3分の2ぐらいしか進めれてない感じなんですけど、基本、そうですね、イベントに関しては、エナジーの消費なしで、エナジー消費ゼロでクリアしていきたいなと思ってやってるんですけど、今回の結成プロスピ応援団に関しては、正直結構厳しいかなと思ってます。もしね、エナジー消費なしでクリアできた方がいましたら、ぜひね、コメントなんかでコツを教えていただければなと思っております。今2000万 L ぐらいなんですけど、正直これに関しても30エナジー使っちゃってるんですよね。30エナジー使ってこれなんで、まあ、もうちょっと、正直もうちょっとエナジー使わないとクリアできないかなと思っております。はい。まあ、毎回ね、イベント報酬の契約書に関しては、イベント終わるギリギリだとか、イベント終わってからの動画アップになっちゃってるんで、結構ね、申し訳ないんですけど、まあ、毎回エナジー消費ゼロでやりたいなという感じでギリギリまで粘って、こういう感じになってるんで、そこのところをね、了承していただければなと思います。それではね、ちょっとスカウトも見ていくんですけど、まあ、今回のスカウトに関しては、結構ね、いい選手もいて、しかも、イベントに使える、イベントボーナスがね、選手、スカウト引くと、その選手についてくるんで、エナジーにね、余裕がある人は、引いたらね、結構面白いんじゃないかなと思うんですけど、今回自分に関しては、ちょっとベスト9タイトルホルダーでエナジー使いすぎちゃったんで、今回はね、少しちょっと見送ろうかなと、思ってます。はい。エナジーにね、結構余裕がある方は、こちらね、引いてみたら面白いんじゃないかなと思います。まあね、今後ね、2019のシリーズ1とかも出てくるんで、まあそれまでにね、ちょっとエナジー貯めときたいっていう思いがあるんで、今回は諦めようかなと思っております。それではね、本題のシルエットミキサーに行きましょうか。はい。今回、こちらですね、スランクシルエットミキサー、こちらをね、やっていこうと思います。まあね、今回、シルエットミキサーできる選手なんですけど、一応こんな感じです。まあカープの選手と、あと大谷翔平選手、菊池選手に関しては、ワールドスターでも出るんで、ちょっとこちらは取っておこうかなと思います。はい。なので、今回一応、ミキサー、シルエットミキサーにかけていこうかなっていうのが、ペゲーロ選手、ドミンゲス選手、ナシダ選手、マギー選手、ウィーランド選手、星野選手、武田久志選手の、7人ですね。こちら7人でシルエットミキサーやっていこうかなと思います。シルエットミキサーが同一ポジション、同一チーム両方できるんで、これはちょっと選手によって変えていこうかなと思ってます。じゃあまずね、こちらのね、楽天のペゲーロ選手なんですけど、まぁ、ちょっと楽天でね、欲しい選手がいるんで、まあね、何回も言ってるんですけど、ちょっと則本選手、松井裕樹選手の限界突破が、まだ2ずつなんで、ちょっとこちらのね、2人欲しいかなと。あと、個人的に岸選手も欲しいなと思ってるんで、ちょっと楽天、ペゲーロ選手に関しては、同一チームの、ミキサーにかけていこうかなと思います。同一チームですね。はい、こちらで、今からペゲーロ選手、いきます。則本選手、松井裕樹選手、岸選手。この3人が当たれば、狙い通りです。それでは行きましょう。さあ頼むよ。演出は微妙ですね。さあ誰だ。おお、やった。やった。しかもこれ、あ、俺知らなかった。ペゲーロ選手、限界トップ1個してたじゃないですか。これ、1つくんすね。マジか、やった。狙い通り、則本選手ゲットです。これは嬉しい。これで限界突破ができます。はい。あ、でもあれか、限界突破2の2、限界突破1やっても、どっちにしろ、限界突破1しか増えないのか。まあ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 、仕方ないや。それは仕方ないや。いや、でもよかったっす。はい。それでは、
次がロッテのドミンゲス選手なんですけど、これどうしようかな。ファーストなんで、そうだな。ファーストだったら、西武の山川選手欲しいね。西武の、山川選手欲しいのと、最近ね、ロペス選手。ロペス選手もタイトルホルダーで当たってるのと、中日のビシエド選手もね、当たってるんで、ファーストで行こうかなと思います。そうですね。この3人、が当たればいいですね。ビシエド選手、ロペス選手、山川選手。まあ、この辺が当たればいいかなということで、ドミンゲス選手。じゃあ、同一ポジションですね。さあ、行きましょう。いやー、でも、則本選手、まさか来ると思わなかったな。結構、これは、嬉しいぞ。さあ、誰だ？おぉ、マジかよ！マジで！山川選手当たったよ。え、やばいじゃん。今回、やば。やった。超嬉しいんだけど。超嬉しい。やばいやばい。則本選手、山川選手。マジかよ。じゃあ次、梨田選手ですね。これ、近鉄なんで、オリックスか。あ、キャッチャーもあれなんですけど、最近吉田正尚選手当たったんで、オリックスで行くと、吉田正尚選手。そうだな、吉田正尚選手が欲しいんで、吉田正尚選手狙いで、オリックスで行こうと思います。じゃあ、同一チームですね。やばいやばい。今日狙った選手が出てるから、すごいぞ、なんか。さあ、頼むぞ。ここで出たらすごいよね。来い！来い！おお待って、マジか。マレーロ選手、あれマレーロ選手持ってなかったっけ？あ、一個前のかな？一個前のか。シーズン1のかな？なんかマレーロ選手持ってると思うんだよな。まあまあまあ、よかったっす。持ってる選手なんで。じゃあ次。マギー選手か。サードとジャイアンツ。まあ、これは、そう、迷うな。サードだったらね、宮崎選手欲しいなってのはあるんですけど、ジャイアンツ。まあ、ジャイアンツ、坂本選手、菅野選手、いるからな。あー、迷う。ジャイアンツで行こうか。そうっすね。ジャイアンツで行きます。同一チームで。まあ、坂本選手、菅野選手あたりが出てくれれば嬉しいです。さあ。お、演出がいいぞ。さあ、誰だ？坂本選手、菅野選手。おお、あ、吉川選手前当たったじゃん。お、限界突破で使える。あ、これは良かった、これは良かった。いいぞ、いいぞ。今回結構いいんじゃない？引き的に。次が、ウィーランド選手。もうウィーランド選手は、ちょっとね、ベイスターズ。ベイスターズがね、筒香選手は、もう称号まで持ってってるんで、個人的に山崎康明選手が、宮崎選手。ですね。山崎選手か宮崎選手が出てくれれば大当たりですね。ってことは、同一チームですね。で、ウィーランド選手でいきます。さあ、来てくれ。演出が微妙。
か。石田選手初めてだ。嬉しい。石田選手はめっちゃ嬉しいわ。お、使っていける使っていける。左の先発ピッチャーなんでね。わあ、よかったよかった。わあ、今日はいいぞ、今日いいぞ、調子いい。あと二人ですね。じゃあ、星野選手。こちらも、オリックスのさっき言ったね、吉田正尚選手欲しいんで、同一チームでいきます。さあ、頼むよ。さあ、来てくれい。吉田正尚選手来い。おー、なるほど。おー、あ、そうかそうか、また限界突破1か。なるほどね。イチロー選手も認めるというか、イチロー選手がね、結構いい選手って言ってた選手ですね。宗選手。最後ね、どうしようかな。武田久志選手。日ハムで行くか、抑えで行くか。ちょっと日ハムの選手見ますね。日ハムの選手だったら誰かな。でも、多いんだよな、結構いい選手。西川選手、近藤選手、あたりは確かに欲しいな。でも、抑えでね、抑え澤手選手とか、山崎選手いるじゃないですか。あの辺狙いたいんで、そうですね。同一ポジションでいきます。同一ポジション。狙い的には山崎康明選手か澤手選手で行きましょう。さあ、ラストだよ、今日ラスト。おお、演出が最後めっちゃいい。さあ、誰だ誰だ。おお、ドリス選手か。ドリス選手もいい。S ランク、去年のタイトルホルダーとか結構持ってるんで、限界突破とかでね、いけるんで。うん、今日は結構良かったんじゃないですか？ということで、今回誰が当たったっけ？今回、則本選手、山川選手、石田選手、宗選手、ドリス選手、吉川選手、マレーロ選手かな？はい。ということで、結構、欲しい選手、出てくれたんで、良かったかなと思います。はい。シルエットミスはね、3月末ぐらいで終わっちゃうんで、ぜひね、シルエットの選手いる方は、シルエットミスはやったら面白いんじゃないかなと思います。ということでね、これからもプロスペース頑張っていきましょう。ありがとうございました。